その会社話すと。なおかつ、まあ、ここまで振り込んで言うとね、さらに問題なんですが、やはり日本の農業とか、流通されている食品というものは、やっぱり農薬まみれになってたり、添加物がたくさん入りすぎてしまってるんで、やはりこう、まあ、体をね、悪くされていることに、病気とかに直結してるんじゃないかと言われていることが多すぎるわけですよね。それ全部合わせて考えると、そういう悪いものですが、値段が高くなって、しかも量が少なくなってくる。でそのやっぱり悪いものを食べ続けていくと、やっぱりね、この30年間みんながタバコをやめて、お酒飲むのも控えて、なんかいろいろやってても、がんは増え続けて。